ありますので、B ブロックの方はですね、まずちょっとお時間試合あるまでにあると思いますので、まあ、の試合等々いろいろゆっくりしていただいて大丈夫ですので、よろしくお願いします。京都の方は割と頻繁に試合が回ってくるような形になりますので、よろしくお願いいたします。さあ、固めて割れて、さあ、まずは一気にワフィガー、その3のシーンがダウンロットでいく。なんと極斗拳、なんと極斗拳、執念が足りんの、なんと悪波乱、甘いな。さあ、めくり2回目は通らないが、さあ一気に持ってく、おすすめさあ6、さあ1回目、さあジャンプを追って、なんと悪波乱、さあ星奪いながら攻め込む、バーチャン固めていくが、下がパン幅で、さあラウンド取り返し1-1、さあ星4対星1、なんと極斗拳、なんと悪、なんと悪、なんと極斗拳、なんと悪波乱、なんと極斗拳、なんと極斗拳、さあ裏か、もう一発、背中だ、極斗拳、ポイント裏から騙し、さらにめくって、なんと補修拳を1、勝ったのはワシガー、黒さんのシーン1、さあ、ここやろうかなと思います。The time of retribution, battle one, decide the destiny. さあ、というわけでドラクルさんとハゲさんの対戦、さあ A ブロックは6人ブロック、皆さん5試合がございます。だからこうやって通して、これは落ちるが、バッテラで崩して、お前ごとき、さあ一気にラウンド取っていったな、チャゲさんのシーン、さあ星3つまで持っていく、中段巡って、さあ、ホースが殴られ、勝ったのは、タイさんが 2-0。 何本目に死ぬか、じゃあ The time of retribution, battle 1, decide the destiny. 消えろ、マーク、君は見るがいい、虫からのように消える、見るがいい、これぬふう、いけ、さあ距離は離れて、風邪気の時代を潰しながら、ここは上に掴みながら、あーブルブルに差し込んでいったところだったが、置いたで、さあブルートも使って一気に動かして、さああとは安定させればといった状況、さあ先にもうここまで来ると、あ落ちない、さあブルートも溜まりながら、
さあ、本当奪って、マザキョンさん。Decide the destiny. Hero. Back down. Nakado, back down. Nakado. So, back down. De, お互いターンを割らない。さあ、しかしここで崩してきたのはキョンさんのレイ。開けろ。The time of retribution. Battle one. Decide the destiny. Maku. Deitori. Deitori. Pa. Maku. Pa. さあ、というわけで、まずは、シソさん、セーフィーバーが、ショカミさん、新ユダ。さあ、このブロック、6人で行くは、新2人、ユダ2人、新2人という、非常に漂ったブロックです。さあ、左に寄って、さあ、タイムロック状況、僕とオリビアタイムガード、距離を離せ、さあ、状況、すべて、まずはちゃんまきさんの家だ。Decide the destiny.攻めながら、さあ潰せ、離せ、オリギアツーダウン、表がスコール、さあ離せ、さあ地雷、さあオリギアツーダウンからダブ固める、ガキャン通せ、さあワンポン返す、さあめくり中断、ワンポンしてこれ返せ、いいてて、ファイナルバトル、デザインのデスティン、はい、いくだからめくって、さあ落ちなくなったところ、1、3が2、1、それでは、エンジンさんとちょんまげさんでやりたいと思います。The time of retribution. Battle. さあ、というわけで、ワンピーはエンジンさん、セーフィーはちょんまげさん、さあ、カウンター、さあ落とすが勝利、さあ通していく、ミッキーさんのレイ、さあここはディッチ浮かせ、あーブーストのカメラ、
あ、これで、たまって、こっちで星も奪いながら、さあ、まずはインクサのレイ、乗車ゲージマックス。さあ、距離を離しての立ち回り、さあ、ブラスターで突っ込んでいく。さあ、ここはキッチン繋いで、あとはそのまま安定させてという状況。さあ、ラウンドのカウントを蹴っていく。さあ、これはブーストを一気に使って殺しに行く。1位勝ったのは延吉さんが 2-0。 いますこの試合が終わると、とりあえず皆さん2試合ずつやった感じですね。さあ、レイ、ローキャラ、ワンキー側がエンキさん、ツーキー側はションさん。さあ、ストラブーストコアして差し込んでいく。さあ、レイ、さあ、ワード使って一つを勝ちながら、さあ、浮かせて、ここはきっちりラウンド取りに行く。まるで話にも。さあ、ブースト1本貯めながらの大ナウンカー仕掛けバード。さあ、裏ケーダーネスターズコム、エンジンさんのレイ、バード。そうでいうから、さあ、ブーストがないので差し替えて、ガキャンする。さあ、ブーストキャンセルから繋いでいく。あーと安定させて、さあ、星も奪いながら、さあ、ゲージも食べて、さあ、星状況的には3-7。ブースターズコムがバッチリ下昇竜を回って、こうやって中段揺さぶっていく。中段、さあ、こうやって通る。さあ、ブースが溜まっている。あー、ピッチ浮かせて、ここはピッチで上がったな。ツーティー側、ジョンさん、バンニー、イチ。The time of retribution. Battle 1.
Decide the destiny. さあ、というわけで、わしが最多の戦士、私がわしおこりさんの2だ。さあ、発射して拾っていく。さあ、まだ残る風だから、さあ、めくってこのめくるガード、さあ、まだためて、さあ、星2つ同居、ダイナンド。さあ、3発ブー壊して差し込んで、あれやせ、こっち奪いながら、さあ、しかし、そして下腕正末さんの湯だ。さあ、落ちるが、さあ、ダムから固める。空中ガードに行こうとしたところは、ゲッチュークルタイク。さあ、ここで投げる。空中ガード、なんと、極徒剣、さあ、行く、降りは通せ。天使郎、さあ、星1対星4、さあ、お互いブースター使っている。さあ、ブースターが長い星を奪いながら、クリアから、さあ、通せ ATC。 妖精が告げておる、神が俺を選んだ。Time of retribution. Battle one. Decide the destiny. Come on, Pika. Pika, Double Sun. Now, Mode Ura, you sub it. さあ、ダウンを打ちから星を奪いながらダウンとも取っていく。まさに延期したのでいい。続いて第2ラウンド、さあ、いく。さあ、ダウンクリが通る。ずっとから上で上から突っ込んで、かぶさないのでここは一回。さあ、勝ち中だ。さあ、技を一個あったら、クリーブートをつないで、元気3が2-0。ここで3勝するとかなり予選通過が濃厚になっています。2勝1敗はまだ油断できないラインですね。さあ、というわけでワンピーガーズ人さんのシーン、ツーピーガーはキョンさんのレイ。さあ、だから繋いで画面足を運んでいく。このガード固めて投げる。さあ、壊し高めだったが、さっとスキャンカード、壊し、さあ、ここはゲージを使っていきます。攻撃が対空から、さあ、武器に投げて、投げて、ボスを奪いながらラウンドを取っていく。シソさんのシーン、さあ、北斗、1位で勝ったのはシソさんが 2-0。 何分目に死ぬか。さあ、それでは遠近さんとチャゲさんでやりたいと、まあ、勝敗数で並んだ時はラウンド 2-0 で勝っている方が有利ですし、負ける時に 1で負けている方が有利です。
そこだ。止め。さあ延期三対影さんの対戦。さあここで花火と落ちてワンコイジル。さあしかしブルースゲージが。やばい、くらい倒せる。さあ、ここはブーストンゾンしながら、ボードスキル。これもナント政権の。さあ、大難度。キレンジーム。さあ、下がない。落ちてある落ちる。さあまだ分からない背中のさあどこだ。なんで壊すゲージを使っていかないく。さあ上に反対が長い。竹さんの画面端固める。崩して投げる。さあ置き締め。さあどなんと赤浜ムーン。ここから一曲壊していきたぶんガード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 。しかしここで崩してさあラウンドバウンドも少なくなっている状況。はい、よくマークってさあまだブーストもあるのね。ここはカウントを切り使って勝ったな。エンケンさんが 2-0。 The time of retribution. Battle 1. さあトラクル3対シストさんの対戦。カードサダンを奪ってブー壊し固める。投げて画面足ここをつないでコスモを奪いながらホッキ攻め固めて投げる。タイク僕とカード。おっと邪魔の攻撃は良くしたさあ地雷置いてある。裏からあっとていくドラムさん。ユダここはキッチンの道を利用して貴様の主ラウンド取っていくシソスさん。Decide the destiny. Welcome. Yagara. 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 Yagara.なんと極東極東画面足ジャムクリアから進む。さあここはジャムさあめくりで潰して勝ったのはシソさんが 2-0。 何本目に死ぬThe time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. まあ、それで俺にまずはセーティーがハンマギさんのユダ。さあブーストはしコラバード。
はい、ダメージ持っていく。そしてカラッパー差し込んでいったのは岩手さんギラダブル、だから前に一緒に攻め込む。いいぞトリガそしてさあダブ今で勝ったのはちょんまぎさんが 2-0。The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. To me! Ah, Chon San対 Kage San の対戦。なんとの極徒拳油断熱さっさめガード戻ってくるサムスガリアンガリアンティさあ突っ込んでくるぞキッド置いてくるバック2さあ、まだ下げさん。さあ、おてばって。執念が足りんぞ。そして。さあ、昇竜スタディに対して、オリギワから通して、さあ、タゲさんが 2-0。普段、ごめんなさい、また連戦ですが、キョンさんとチョン。勝たないと勝てば2位通過3位通過という目が出てきますが負けると4位通過になる可能性が出てきますアクション3回、トンパギさんの対戦固める画面性普段、スパロン8位台、9位台、9タムスさあ、ブーストです、アクションでいくさあ固める残りカウントも少なくなってくる状況ここで投げるちょっとのりさあ時間いっぱい使ってバック2デザインさあ、ジョンサンレイからさあ、ブーストを差し込んでいくさあ、これが浮くさあ、あとは安定した2段階で落としてくれればいいかどうかさあしかしここまで来ると落ちないそこだ
さあ、勝ったのはキョンさんが 2-0 いっぱい手並びます。 The time of retribution Battle 1 Decide the destiny。 さあ、というわけで A ブロック最後の試合となっております。さあ、そして B ブロックの試合もですね、もう間もなく始めていきます。 B ブロックに入っている皆様、お待たせしましたが、もう間もなく試合やっていきますので、よろしくお願いいたします。さあ、まず開幕、ランコ決めて画面当て攻め込んでいく。エンキストので一つガードが硬い。さあ、これで当てて一つ当てて一回引き直す。ノットツーダウン。さあ、グーズ狙って落ちる。ガード、ガチャガード、ポジションガード、そして俺の動きは人間では捉えることが、俺様を引き出すことに覚悟。執念が足りんだ。さあ、ガチャガード。さあ、タイフィードはエンキンさんだったら、ここでキンさんが伸びて超十分そう。さあ、残りカウントが少ない状況で、さあ、飛びたいエンキンさんのウェイ。少しはやるよ。バトル2Decide the destiny。 さあ、こちら5-6。 ナイフ。なんと極特拳。極特ブーストへ逃げる。さあ、だここでさあ、ここで潰す。なんと来週勝負。ここを奪いながらダメージを奪って体力の方向に処理。ダメやってシカちゃん、壊し方ね。さあ、頭を揺さぶって、ダメやって投げが飛ぶ。なんと来信書。これはガードしている。さあ、勝ったのはエンキンさんのレイ 2-0。 The time of retribution Battle 1Decide the destiny。 さあ、というわけで予選も B ブロックに入りました。 B ブロックは現在5人。皆様、4試合はやっていただくかもしれない。さあ、こちらの B ブロックもですね、上位3人が決勝トーナメント通過となります。上位3人が決勝トーナメント通過となります。さあ、こちらの ワンピーガーがローションさんのドディスピーガーボイスのシーン。さあ、星なくなってオアキティローションさんが 2-0。 せめて痛みを知らずに安らかに死ぬよ。ありがとうございます。じゃあ、シュワちゃんさんとカメレアさん。 The time of retribution Battle 1。 さあ、というわけで B ブロック第2試合、アッキーがシュワちゃんさんのラオウ、スイッチがカメレアさんのケンショウ。さあ、カメノク攻め込んでいくのはカメレアさんのケンショウ。ロースミ壊したもせ。さあ、空中から差し込んでいくシュワちゃんさんのラオウ。
あと、さっさとの勝利。そこで武装をつける。風速かな、攻め込むがバーキャン通し。ワタバード。さあ、ここカウンター。おっと、こちらがアップさん巡っていく。あーっと前からスポットンが多いおっとさあガチャン最後追いついてオブジョーちゃん無双かなさあ補修奪いながら殺しに行くまたほかメディア関係しろバトル2Decide the destiny. さあ、星残し、残り一つ。さあ、ここで武装つける。さあ、飛んでるところに、刺さって。さあ、ハメレア3件数が2-0。さすがキャプテンさんとボーイさんで試合をしたいと思います。さあ第3試合になります。ファンキーがキャプテンさんのレイ、レフィーがボーイさんのこのやって片手中のアクセスで僕と使ってね、振っていくさあ、タイムロットの文字さあ、ここでボーイさんが差し返す特製ラインを上げる、勝利ガードブーストそれを離しさあ、ブーボーイスで差し込んおすすめこのゲージを使ってさあ、しかしブーストで持ってきたところは裏になるさあ、ここは KT 取っていくまずはキャプテンさんのレイ続いて第2ラウンドおすすめさあ、飛び方を追ってバンク、バンコン中通ってピオルさあ、星棒を奪いながら上から繋ぐさあ、ここは芝生が上がってブーストゲージも十分にあるさあ、キャプテンさんが 2-0 The time of retribution Battle 1 Decide the destiny さあ、ワッキーがシュワちゃんさんのランを連れていかれるお父さんのパーティーさあ、開幕攻め込んでいくロートンさん、トジオッケーさあ、臨場を生かした、集まりオバンク、ダメージを刻んでいくさあ、ここは力これが強いさあ、星奪いながらさあ、一気にこっちのクッチでラウンドもストップいくまずはローションさんの時続いて第2ラウンド固めるさあキャンさあドンさあブーストしてさあブーストさあここはきっちりローションさんが 2-0せめて痛みを知らずに安らかに死んだよ。セダー
カメレオンさんとキャプテンさんで。さあ現在 B ブロックは5人ブロックとなっていますので、この試合が終わると皆さんちょうど半分、4試合中2試合やっていただいた形になります。さあ裏切ったとこシャワーでバッグが発見されていくと続いていこうなキャプテンさんのレイ。どこからこの子どこを見ている。北斗神拳の前には体力リードはスーピーがキャプテンさんのレイ。さあしかし無双をつけてバンダスが投げる。さあレイ丁寧に繋いでいく。浮かしてスタートはブーストゲージ回復しながら、さあ先ほど大分けしてスコース。さあまずはキャプテンサムリー。つないでコースも奪いながらダメージを奪っていく。サボはゲージを使って1回距離を離す。さあ始まったオブブーストという中の無双クイズ。さあ無双できる離すはしかしブーストでさあ突っ込んでいくキャプテンサノリさあ、ブースはないので、このダウンは、さあ、ブースを使って昇竜から、ブースを使って距離を離す。さあ、ナイスカウンター。倒しまして、タイムドット。最後は壊して。ダウンド取り返して、1時。星6対星4。ダブスダブルカウンター点点つないでダメージ奪っていく。バスカードガキャンガンナスから投げる。さあブルカウンターで点点つないでスタート安定させて、落ちる。さあまだワンちゃんカウントカウントも30カウント以上ある。おっと先にすさあ削りはこれはきっちり対応。あーと地獄が長い。さあ勝ったのはキャプテンさん21。2勝2敗は欲しいところですが、さあそれをかけたここで負けてしまうとそれがきつい状況になってしまいます。さあシャシャさんのラオ対ボイさんのシーン。さあまずは開幕押し込んでいくボイさんのシーン。俺の攻撃いつまで受け切れるかよ。さあここで距離を離れたところでブーストをピッチにつける。さあヒット確認見ながらブーストを使ってつないでいく。さあ裏からピッチにつないで、もう奪いながらちょっと落ちる。しかし距離から触れないで。さあまずはシュワちゃんさんの札を2デザインのデスティン。さあ近づいてきたところさあ仕込んでいくシュワちゃんさんの場面足左に近く。さあ丁寧に引き取っていく。そんな柔
勝ったのはシュワちゃん参加しにせろ。The time of retribution. Battle one. Decide the destiny. まずはファミリアさんの剣士だ。続いて大ナンド、まだあーこれが決まる。それでは、シュワちゃんさんとキャプテンさんでやります。The time of retribution. Battle one. Decide the destiny. さあ、ここから予選最後の試合の組み合わせが増えていきます。さあ、まず開幕。シュワちゃんさんのラオウが捕まえていく。さあ、ここで無双を、さあ、フォアに対して差し返す。さあ、水平ジャンプになってしまう。フォアシャガパンで暴れて、ケンジンダウンドを取っていく。さあ、開幕、当選したのはラプテンサウリさあ、攻め込むキャプテンサウリー。ああ、ここはきっちり、これ回線 1T。 さあ、星はお互い十分にある。5と6。さあ、ブースゲージはお互い少ないものの、まあ、完全ゲージはからの状況。キャプテンサムリー、さあ、ここで差し込んでいく。シュワちゃんさんのラオさあ、これが浮く。あとは安定させればといった状況だが、ここまで来るとさあ、自信回復刻んでラウンドカウントもどんどん減っていく。さあ、決める。勝ったなシュワちゃんさんがリーチ。予選通過どうなるかといった状況です。The time of retribution. まあ、そのためにはまずは3勝して確実に通過を決めたい。さあ、ワンピーがボイさんのシーン、ツーピーがカメリアさんの検証。さあ、中段で崩していくようです。風船をつけて、さあ、星も奪いながら落ちる。さあ、写真メイクリが通って、さあ、第1ラウンド一気に決めていったファミリアさんの剣士。続いて第2ラウンド、さあ、ここは小足差し込んでどんどん通す。
じゃあ、体だったか、昇竜ブースト。可能は羽根さんが2-0。じゃあローソンさんとキャプテンさん予選最後の試合をどっちが3位になるかといった感じですね。なのでもちろんこのラウンドのスコアも非常に重要になります。さあ B ブロック最後の試合です。さあそしてもう間もなく A ブロックの1位から3位通過された皆様の試合が回ってきます。特に2位、3位ですね、もう間もなく決勝トーナメント始まりますのでよろしくお願いいたします。さあワッキーがローションさんの時クレティがキャプテンさんのリー持っている。さあしかしウィンに逃げたところナイス、細かくダメージを奪っていくバックスでよく見距離を離して追いかける。さあセップと繋いでいく、こっちめガーちゃん、せっかくすぐに逃げてる、それを離して、さあ残りカウントが20カウント弱、15カウント。さあここでスタート飛んでいく。さあ体力ドットのコールがここは必死に勝つ。まずはドットさんの時バック2デザインデスティン。さあガーちゃん、さあリードを使って、さあ勝手にガーちゃん手に直して、変わっていく、揺さぶっていく。ここはちょっと距離が離れる、表が迫っていく。さあタイミングずらして押し込んでいく。ローションさんの勝ち、落ちる。さあめくり、キャプテンさんもワンコン返して、さあぶつかってきてたまる。さあ細かく切り立って、さあお互いのストゲームがたまりながら誰か乗ってる。さあこれでキャプテンさんも取り返して ETT 最終第3ラウンド。さあ壊したな。さあこれは落ちる。さあブースト7番レッジだから、さあ断水剣で、あとはここから安定させて、ローソンさんが2-1。 The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. さあというわけで決勝トーナメントになりました。予選2位通過、3位通過同士の1回戦になります。さあ B ブロック2位通過のローソンさん対 A ブロック3位通過のショーンさんの対決。さあ2試合選手のまずは第1試合になります。さあ第1試合攻め込んでいくのはトキ、ローソンさんのトキ。さあカウンター、対空カウンターからワンコン引き、ダメージ引き出して僕と宇宙大人権引き出して、さあ浮かして
最後方針を奪って、ナザローションさんの時、ブーストマールで、ジューブにある北斗、二条大神剣、ああ、今度も、通過して、さあ、こっちがなくなって、あ、こいつまだ大丈夫です。まだ1試合落としただけなので大丈夫です。ここからキョンさんは2試合で The time of retribution. Battle 1.Decide the destiny. どこを見ている。さあ、というわけでまずはローションさんが第1試合を取ってからの第2試合。さあ、マキャンは使って さあ、これでローションさんがマッチポイント。さあ、星に投げが通る。さあ、ガキャン、こちらのガキャン近づいていく。距離を離して、そしてローションさんを追いかける。裏からガード、さあ、裏から通して、ブーストさあ、ここで1、勝ったのはローションさんのポキ。The time of retribution. Battle one. Decide. さあ、というわけで1回戦第2試合になります。 A ブロック2通過シトさんの C 通過は危ないですね。 B ブロック3位通過キャプテンさんのレイ。さあ、1回戦の第2試合、そこだ。さあ、まず攻め込んでいくのはルーティー側、シトさんのシーン。さあ、半分、ここは昇竜からブースト、バッチは奥に出ていく。さあ、ブーストもあるので、さあ、画面接中、ダンカードブーストの消えた。うん、しかしガードが硬い。ブーストガード、さあ、牽制動きながら、だがここはガーチャンで、さあ、おっと、これ、当たる。さあ、ブースト使ってタイミングを出して崩していく。ポップ攻め、さあ、ツーダン。さあ、オスも奪いながら、ここはきっちり、まずはキャプテンさんのレイが第1ラウンドを取っていく。続いて第2ラウンド。さあ、ここで崩して、ダンス、タイムアップ、壊し、
タイクルタップストール戻っていくガードネックガードバケガードネックガードから差し込んでいくスポーツアップシーンさあ星も奪いながら1-2なんと取り返すさあ第3ラウンド星3星4ブーストゲージ容赦十分にある状況さあ極斗カウンターさあ林少女ブースト追いかける止めるサーブ使って崩してさあこれはまだあるめぐってガードさあ壊すそしてさあ、ランカロン、カロン投げるそこだ落ちて、ブスト、中段カード流し投げるそこだこのブーストも十分にある繋いでさあまずはキャプテンさんのウェイThe time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. 第2回壊し溜めて悔しい壊しさあブーストで攻めを継続第2対6割奪う昇竜ガードからさあ一気に星2つまで持っていくさあ体育寄って表裏揺さぶって中段択裏から下手を踏みバックレイガキャンそしてさあこれ引っ掛けるさあまだ残る投げが通るさあ星奪ってこれは使うさあ、ブーストへ飛び越してしまったさあ、これでキャプテンさんがマッチポイントさあ、僕と2人から1、ここを決めるさあ、ブーストが溜まっているさあ、ここは丁寧にブーストを使って1つを稼いでハンド落ちるさあまだワンチャンといったところこれピヨって1-0勝ったなキャプテンさんのレイウェンブレイパーフェクトさあこれが準決勝になります The time of retribution Battle 1 Decide the destiny どこを見ているさあまずは演技させてカブアンコン激流をするかし統計候補かし印象を見せたかありがさあこれに対応カブブヤからサムスブーストコアスカード表が通ってピヨブ止まってみえんぞ投げてさあゲージを使って必死にラウンド取っていく KO クローブランド政権 Back 2 Decide the destiny どこを見ているさあここは相打ちからせっかくカウンターおつる裏から固めるさあ動き始めに置いていくロートの時
さあ断然決定ダメージ、ホースも奪いながらカウント取っていく。命は何さあ両者ゲージブーストゲージ十分にある状況、ホースは3と4だから、さあ固めていくバキャンバード、さあここで少女で割って、どこを見て手が迫っていくか、さあ遠くのエンジンスタンドレイ、さあ刻んでいく、さあ浮かして、さあ、トラッキング、さあ、最終ラウンドなので、ブースト以上、ダッシュをしてもないので、さあ、ここは実際に殺していく、さあ、さあ、遠近さんのレイ、The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. さあ、まずはエンジンさんのレイが取ってからの第2試合。さあ、ちょっと吸い込んでからのカウンターワンコン。固める。さあ、攻め込もうといったところ、エンジンさんが差し替えて。ここで攻まっていく、しのいで引っ掛けまど、さあ落ちてきたところに通していったローソンさんの時、さあここはトラキッチでつないで、さあ行く、さあさあまずはローションさんの時、バック2 Decide the destiny、バーチャン水力使ってスタイク、さあキッチでつないで、さあ横位置生活、さあここは超十分使ってマンコン返す、裏からさあキッチでつないで、さあ刻んでいく、さあブーストも食べながら、さあこれで遠近さんがマッチポイント、ファイナルバトル、Decide the destiny。投げる。アップル。さあまだ分からない。手を使って。さあ、ジャウ。さあ、連足使って。そうね。画面足。おっ。持って裏線までガーキャンで一回距離を離す。どこを見てる、裏からブースト、さあ使って、さあここはピッチ決める、
さあどうしよう、3取り返す。命は投げ捨てるの。The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. 止め。さあ第3ラウンド、第3試合、最終試合となります。さあまずは延期サタデが攻め込んでいく。さあこれが通るため通って、さあそして十分にゲージもあるのでここは必死でコースに行く。さあブーストオンゾーンしながらまずは延期サタデ。Decide the destiny. Ah, but what's the name? Come here. Ah, 浮かせて。あとで3決もやりますのでよろしくお願いします。3決も、準決終わったらやります。さあというわけで延期さんのレイの勝利。こちらキャプテンさんとハメデアさんで試合をします。さあというわけで準決勝第2試合になります。判定側がキャプテンさんレイ、準備側ハメデアさんの決勝。北斗神拳の前には死あるのみ。ランクル戦よりに対して星を奪いながら1ラウンド奪っていく。バトル2Decide the destiny. まだハメリアさんの現地のカラスがここで崩して、さあ一気に第一試合を取っていく。さあというわけでハメリアさんが第一試合を取ってからの第二試合。さあ第2試合開幕、ワンコを決めていくのはファミリアさんの決勝。さあダウンを奪って手をつけていく。さあしかしここはナイク。そしてさあどうでうコース、コース奪いながら、さあ出し投げ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 、さあお互い1回少ない状況、勝利が通る。残りカウントは14カウントだった。見えてた。さあキャプテンさんのレイが第3ラウンド取っていく。続いて第1ラウンド、ずっとから3取っていくハーベリアさんの検証。勝敗ながらさあここは勝利。さあカウンターで3取っていく。さあ星も奪いながら一気に画面で攻め込んでくれたそうです。よってここは包丁を奪いながらラウンド取り返す。これでハミリアさんがマッチポイント。さあコース残らず、
少々お待ちください。The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. さあ、というわけで3位決定戦にありますが、ワンピーガーローションさんの勝ち、チャイピー側がキャプテンさんのウェイ。さあ、まず開幕ワンコを決めているローションさんの勝ち、タイプ半分。さあ、裏行こうとしたところを投げるキャプテンさんのウェイ。さあ、繋いでブートを掴んでパスで、あとは安定させるだけ。あ、押せる全カスカウンター。さあ、これは痛いところ。まずはローションさんの時、さあ、これカウンターに差し込んで拾っていく。攻めを起こせ、ダブルスクリーン。さあ、突っ込んでいく。星も一気に奪いながらダメージ奪っていく。さあ、潰して2対2カウンター。星がなくなる。さあ、キャンブーコアガードガード。どこを見ている。さあ、高いガーキャン。せっかくは上に逃げているか、裏から。さあ、まずはローションさんの時。The time of retribution. Battle 1.Decide the destiny. さあ、というわけで2試合目。さあ、第1ラウンド、まずはキャプテンさんでガバンコン決めて、画面が飛び込んでいく。上に逃げてローションさんもカッサイス。さあ、ジャン、そしてどこを見ている。近づいて裏から倒す。さあ、ぎっちりつないで、あとは落とさずといった状況。さあ、ホズも奪いながら、さあ、まずはローションさんの時、マッチポイントだが、バーン。キャプテンさんのレイが開幕。さあ、ストニック落ちて、さあ、これがピオリ。おっと、さあ、お互いブーストと使い合いながらだが、さあ、ストニック。さあ、これが落ちる。昇竜ブースト、それを離せ。おっと、さあ、意外にリーチが長い。さあ、ここは裏から対空取っていく。裏、これはきっちり勝ったのはローションさんの時というわけで、3位がローションさん、4位がキャプテンさんになります。ありがとうございます。ではハメリア。 The time of retribution. Battle 1. Decide the destiny. さあ、それでは決勝戦になります。ワンピーガーエンジンさんのレイ、ツーピーガーハメリアさんの決勝。さあ、裏から対空カウンター取っていく。ハメリアさんの決勝。さあ、これに対してバンプ。ダウンに対してブートをつけてブートで差し込んでピヨがせる。さあ、決心、こっちも全部奪って、大チャンスを取っていく。大チャンスを取っていく。さあ、裏から差し込んで、
ああ、激しい。まずはファミラさんの心臓が第1試合取っていく。北斗さあ、ファミリアさんが第1試合を取ってからの第2試合。さあ、今からお互い牽制しながら落ち着いた立ち回り。さあ、対空カウンター。さあ、こっちで放送を奪っていく。ブースト使って固める。壊しいブーストを。さあ、ちょっと遠かず。再び牽制立ち回り。それも止め。消えるルーム北斗。さあ行くカウンター。さあ星も覚えながら体力。さあ状況あと昇竜ブースト。さて画面が消耗だので落ちていたところをギンジつないでいく。ブーストコアスカード壊し。さあ残りカードが少なくなっていく。ブー壊し。これは今気に。さあこれでハミネさんがバンスポイント。さあこれを通して残りを1つゲージを使って1回距離を離す。さあ空対空カウンターから。さあこっちないで悲しい。さあ通してこれがノーコラブ。さあというわけで本日北斗の県大会優勝はファミリアさんのゲンスローとなります。